はい、こんにちは。岩田ツールチャンネル、岩田です。よろしくお願いします。今日はですね、この前ちょっと動画見てたら、ケズリンさんが旋盤でどれぐらい細いものを削れるかというのを動画に出されてまして、まあ、ケズリンチャンネルってなんか言わない、ケズリンチャレンジっていう風に言われてるみたいなんですけども、ぜひですねちょっと僕もやってみようと思いまして、うちはですね、まあ、切削工具メーカーでもありますので、どういうバイトを使ったらいいかとか、まあ、ちょっとそういうところなんかも含めてですね、頑張ってチャレンジしようと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回使う旋盤になります。結構古い機械で、こう見ていただくと鷲野さん、しかも昭和39年っていう結構古い、僕より年上なんですけども、の旋盤を使って今回加工しようと思います。ここ見ていただくとですね、2つぐらいもうカメラを設置しています。こっちのもう1個、ここにディノライトっていうですね、ぜひ概要欄のところにリンク貼ってありますので、それも見てください。これ実際パソコンで顕微鏡みたいに見えますので、そこでこの先端 0.4 ミリとか 0.2 ミリを削ってるところをきっちりとこうちょっと観察しながらやっていきたいと思います。まあ、それ以外のバイト取り付ける部分とかですね、その辺はもう全く一般的な汎用旋盤で今回やっていきます。ちなみに機械の方はですね、最高1500回転まで回る機械になります。まあ、ベアリングとか、まあ、その辺はちょっとどうかなっていうのもあるんですけども、先日ですね、なんとか重工さんの動画に出てきているように、ちょっと最初この旋盤あまりにもメンテナンスが悪かったので、澤田さんの方に来ていただいて、きっちりとメンテナンスをしてもらいました。まあ、その機械を使って加工していきます。顕微鏡でこれ撮った映像になります。でこれよく見るとバイトの先端が R になってるんですね。ノズ R ですけども、これ 0.2 ミリの R が、実際の加工物にも、転写されてます。まずはこんな感じ、まず削れるというのが分かったので、どんどんこれから削り込んでいきます。はい、今回ちょっと削ってみるにあたって、ちょっと他の動画も見てました。その中で黒いちごさんがやってたんですけども、もうある程度の太さから一気に削るというのをやってみました。で、まあ、いろんな考え方あるんですけど、まあ、あれを見てるうちにこれ結構大事だなというふうに思ったんですね。で、なんで大事かなっていうと、もしこう少しずつ削っていくとですね、もうだんだんこの材料のコシがなくなって、この細くなってくると、もう旋盤で削るとですね、そのバイトによってこの材料がこうたわんでしまいやすくなるんですね。ですからもう最初、まあ、3ミリから6ミリぐらい、まあ、ある程度もう太い状態から一気にこう狙った径、まあ、今回だったら例えば 0.4 ミリとかで、長さは今回20ミリやらなきゃいけないので、結局もういきなり太いところから一気に 0.4 ミリに削ると、これがですね、実は今回のチャレンジの、まあ、肝になるなっていうのが見えてきました。まあ、そういう形で、進めていきたいと思います。一発目から結構いい感じで、削れました。だいたいこれで今10ミリ以上はいってます。でそんなにいけると思わなかったんで、かなり材料が太いところまでいっちゃってます。で調子づいてやってたら、このあとですね、切り子がワークに当たってキュンって曲がっちゃうんですね。ほんのちょっとですけど、もうすぐです。はい、今ですね、曲がったってことで一回ちょっと加工を止めてみました。ずれてしまったワークを、まあ、こうやってもう六角レンジでちょっと直してみようと思ってやってみてます。こんなんダメかなと思ったんですけども、これがですね、思いのほかうまく修正ができました。まあうまく修正したんで、ちょっとまた再加工を続行します。順調に加工は進んでるんですけども、結構このようにですね、バイトの上に切り子がもう溜まっちゃって、まずこれを吹き飛ばしながら、加工してます。さっきみたいにですね、まあ、やっぱ切り子がもうワークにこう絡んじゃうと、あっという間に曲がっちゃいますので、なかなかこの切り子の問題は厄介です。
まあでも運が良ければこんな感じでずっとこう加工は進んできます。はい、ひとまず加工ができたので、一度ですね径を測ってみます。これマイクロメーターでだいたい 0.4 ぐらいだったんですけど、問題なのは測ったら曲がってしまいました。ということでまたやり直しになります。はい、カメラを見ながらこれ加工してます。あんまりこんな体験僕もないんですけど、まあちょっと最初細すぎたんでちょっと太めにして加工してみます。まあ切り子が結構出てくるのでちょっとパーツクリーナーかけながらとかいろいろやってるんですけども、まあひとまずコンマ5ミリちょっとですね、まあ、問題なくできました。ということで 0.2 ミリに挑戦です。さっきの動画を見ていただくと分かるようにですね、当然この削った時にですね、ここに大量にこう切りくずが出てきます。まあ、その大きな切りくずがポーンとこの材料とですね、このバイトの間にこう挟まっちゃったみたいな、そこでこのワークがですねビューンとこう曲がっちゃったというのが多分起きてたというふうに思います。でこれをどのように解決するかを、まあ、今考えてみたところ一つアイデアが浮かびました。それはですね、まあ、今回こう一気に削ってるんですけども、もう一個ですね荒のバイトをつけておいて、でそのバイトで荒方のを取っておいて、仕上げのバイトでここにこの 0.4 なら 0.4、 まあ多分最終的には 0.2 とかまあやりたいんですけども、荒のバイトと仕上げのバイトを使って加工すると。ただし荒のバイトで細くしちゃったらやっぱり最初言ってた腰がなくなっちゃうので、荒のバイトと仕上げのバイトを同時に使って加工すればちょっといけるんじゃないかなと。まあそれはですね、次回の動画で、テストしてみたいと思います。はい、ということで、まあ、まだちゃんと削れるところまでは行ってないんですけども、まあ、結構いろんな問題が見えてきました。で、まあ、そういうのは一つ一つこれからちょっと潰していこうかなと思いますので、それはですねこの後のまた第2弾第3弾の動画をぜひ、見てください。まあ、こんな感じですね、今後いろんなことをやっていきたいと思ってます。岩田ツールチャンネルの登録とそれから高評価のいいねかなをぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、0.2 ミリに挑戦です。こんな感じであっという間に折れてしまう。ちょっとですね、なんかいろいろ問題がありそうなんで、まあ、ちょっと今回はひとまずこれで終了します。